んにちは、ラジコンマジの徳谷さんです。毎回こんなスタンスで配信していますのでよろしくお願いします。こっちは助手のタネちゃんです。時々喋ります。タネちゃんです。今回もよろしくお願いします。これでやっとアヒル夏の陣の動画が一通り終わります。お疲れ様でした。まあ実際にはお盆からの期間を考えたらもっと早く終わっててもおかしくないんですけどね。そうなんですか。そうなんですかって他人事みたいに。ゲームをやらなければ早く済んだのでは。それは無理です。あれはライフワークですから。とにかく年内に終わってよかったですね。はい、頑張りました。言ってもまあなんか短かったんだね。そんなわけで床屋さんの RC ドランカー第33回はラリークラスの決勝ヒート動画ということでね、アヒル夏の陣のラリークラスの決勝ヒートの動画です。今回はそんなに長くないですよ。予選は3組だったんですけど、決勝は A メインと B メインの2組にしましたから。時間的な余裕もなかったですもんね。そうなんですよ、時間が欲しいと困るんで。ということで前置きはこれくらいにして今回も本編早速参りましょう。ではラリークラス決勝ヒートの動画です。どうぞ。
ラリークラスの決勝ヒートでした。まあラリーカーでレースしてるって感じの内容なんですけどね、もっとこうね、WRC らしいイベントもやりたいんですけどね。そうですね、以前のリアル WRC みたいにやりたいですね。電飾つけてかっこよく、例のあれのことですね。あれです、みんなであれつけてあれしてあれしたいですね。ってことで今回はここまで。今回も長らくのお付き合いありがとうございました。あれの紹介動画はですね、また後日作りたいと思いますので、またよろしくお付き合いくださいませ。ではまた。